夫婦塚古墳は、茨城県鹿島市宮中にある古墳。形状は、前方公園墳。旧中野古墳群を構成する古墳の一つ。鹿島市指定史跡に指定されている。茨城県南東部の鹿島地方において、北浦を望む、大地上に築かれた大型前方公園墳である。大地では、6世紀から7世紀頃の古墳100基。 以上から構成される、茨城県最大級の宮中の古墳群の分布が知られ、本古墳は同古墳群中で最大規模になる。古墳名の夫婦塚は公園部、前方部の二つの墳球が夫婦に見立てられたことによる。本古墳については、古くは新編日立国史にも記述がある。墳形は前方五円形で前方部を北西方向に向ける。 噴球表面で、不禁止は認められていないほか、埋葬施設は明らかでない。噴球周囲には、縦型と見られる集合が巡らされており、集合の幅は20から30メートルで、集合を含めた古墳総長は150メートル以上と推定されている。また、噴球の公園部東側には倍長と見られる円墳2基が認められている。この夫婦塚古墳は、噴景等から、 古墳時代後期の6世紀中央後半頃の築造と推定される。本古墳含む宮中の古墳群は鹿島地方の主長母群と見られており、その主長層は付近の鹿島神宮との関連性が指摘される。古墳域は2000年に倍長2基を合わせて鹿島市指定史跡に指定されている。なお夫婦塚古墳の付近には付近の古墳で発見された石棺が展示されている。 古墳の規模は次の通り。夫婦塚古墳では倍長と見られる古墳として、公園部東側において次の2期が認められている。ありがとうございます。